前科3番893番チョイキ太郎です。本日のお話は少年ヤクザ、少年ヤクザのお話です。少年なのにヤクザなんですよ。ただこれも少年のヤクザもんが俺は少年ヤクザっていう風に言ったわけじゃなく、私の記憶だとテレビで昭和の終わりぐらいに特集みたいなので、2時間ぐらいの特集で少年ヤクザって特集したんですよ。その頃ってね、割と今でもね、YouTube 上に残ってるんですけど、ヤクザを特集した報道番組みたいなドキュメンタリー番組って結構あったんですよ。ね、検索していただくとわかりますけど、結構あるんですよ。その中で私の記憶だと、少年ヤクザっていう題名で、10代の子たちがヤクザになっていく様を映してるものがあったんですよ。多分今は残ってないっていうのは、それはそうですよね。ヤクザですし、未成年っていうことでもう流せないっていうことだと思うんですよ。で、それがね、その、なんていうのかな、今だと本当に想像できないかもしれませんが、結構当時の子供たち、10代の子っていうのは、大人びてるんですよね。まあ、そりゃよく見りゃ子供ですけど、もう本当にかぶれてなりきっちゃってるっていうか、16、7の子供っていうのは、どうにでもなるっていうか、もう本当数年までは、ね、中学生、少年なんだけども、その世界にどっぷりハマっていくと、そのようなね、振る舞いというか、できるようになるっていうか、もう19、20歳のおっさんみたいな、そんな感じですよね。まあ、さすがに中学校で組事務所っていうのはさすがにまずい。義務教育ですからね。それでも休みの日だとか学校終わってから行ったり、敵屋の修行にしたりとかっていうようなこと、要するに高町のお祭りを手伝ったりっていうことをしてるやつもいましたし、大体は中学卒業と同時にもう組の事務所に入る。まあ部屋住みする人間もいれば、そのまま誰かについて。私が18ぐらいで入った家業に果たし突っ込んだ時に、系列のよその組織で16、17で、本当に兄みたいな人いたんですよ、本当に。ただ、車の免許持ってないから、あれと思ってよくよく聞いたら、まだ本当に16だとか、自分より年下ってびっくりしたんですけど、先輩ですから。で、やっぱり一通りのことを全部わかってるんですよ。しっかりしてるんですよ。ただ、みんな、体制してる人ってあまりいないような気がするんですよね。逆に追い越していくような形は暴走族だとか、いわゆる今で言う不良グレン隊集団、半グレ集団を形成した人たちが、その集団を持って入ってきて、最初は暴走族崩れか、グレン隊崩れか、ヤンキー崩れかって言われてる人たちのが勢力を持っていくっていうか、結局何かっていうと、10代の早いうちで入ってきちゃった人は一匹狼になっちゃうわけですよ。要するに、そのままヤクザの世界に来ちゃうから、友達っていうのはもう、その当時は威張っていけれますけど、結局、ヤクザで偉くなっていけるのは、どれだけ集団を形成できるかっていうことなんですよね。結局、一人では、どれだけ射程、若い衆を増やせれるかっていうことが、自分の立場と立ち位置を安定させていくかっていうことなんで、結局若くして自分でできる親方とか組で重宝される、良くも悪くも容量がいい人間は下手打ってっちゃうんですよね。で、私が知っている中で、私の身近にいた少年ヤクザっていうか10代の人間は3人ほどいたんですけど、みんなダメになっていきましたね。で、大人の悪いところだけ覚えていくんで、お酒に溺れる、薬物に溺れるっていう。で、お金の使い方は派手になって、結局自分で業をするっていうことができなくなって潰れていっちゃったのかな。今本当に、もう本当に一瞬、昭和の終わり頃にパッと一瞬咲いたあだ花と言いましょうか。その人たちは今どうしてるんだろうと。10代の子供たちに、10代の子供たちがその環境とか、その、いわゆる、良くも悪くも教育の受け方で、今後の、その後の一生が決まってしまうってことは、私はそれで見ている。その中でまともになっていったっていう人たちが、自分の記憶の中でも多ければいいんですが、そうではなかった。で、一度、組をその10代の時に失敗していると、まあ当時は簡単に移籍なんてできなかったんだよ。で、少年ヤクザで、ある一定時期、10代で良くても、一度下手を打って、降格になってやり直すっていうのは、なかなか厳しい時代背景と環境だった
からではないのかなと思います。